はい、フィリピン在住のダンです、ネット使ったフィリピン移住を実現するために日々情報発信を行いコンサルサービスを提供しております、今日はですね、まずセンチネル島の嘘についてですねお話したいと思うんですけれども、北センチネル島ってアンダマン 諸島ですよね、インド領になってる、結構これがネット上で話題になってたりするんですけれども、ここはですね、まずポイントとしては少数部族が住んでるっていうところですね。あと、ドローンで結構映像が公開されてたりとか、あとは変な、その先ほど言ったように嘘がまかり通ってるっていうのがそのポイントになってますね。で、まず少数部族なんですけども、石器時代の人のようなですね、服も着ずにですね、槍とか弓を使って狩りをやってたりとかっていう、ちょっと21世紀では信じられないような、人たちなんですけども、訪れたですね、アメリカ人、宣教師っていうふうに言われてますけども、殺されてしまったっていうようなこともあったりとか、ちょっとそういうことでも話題になってる、危なっかしい場所ってことですよね。で、あとはですね、ドローンでですね、撮影した人がいて、その映像があるというところで、結構これは YouTube なんかでも出回ってるのかなっていう感じですね。あとは、その現地のですね、少数部族ってどこから来た人たちなのかという話なんですけども、アフリカ出身という説が結構有力ですね。ココナッツとかですねを食べてたりとか、あと狩りとかですね、釣りをして本当に昔の、人間のようにですね生活してるっていうのがユニークなところですね。で、結構このインド政府がですね、インド領なんですけども、インド政府がですね5キロ以内に入ることを禁止してたりとか、現地の部族とのですね、接触を禁止してたりとかすることがあるので、基本的に訪れることはできない場所ですね。殺されたお話もあったと思うんですけど、危なっかしい場所なので、やっぱりもちろん、行かない方がいい場所なんですけども。あとは結構笑えるのがその嘘ってことで、北センチネル島出身の芸能人が松本伊代なんじゃないかみたいな話があるんですけど、これは根も葉もない噂で、北センチネル、センチネルとセンチメンタルジャーニーが被ってるのかなっていうふうに勝手に予想してるんですけども、もしそうだとしたら想像力の豊かな人だなというふうには思いますね。ということで、北センチネル島の話だったんですけども、最後にですね、ネットビジネスとか投資で稼ぎながらですね、フィリピン移住を実現したいあなたはぜひ、下にある説明欄の方から無料でメールマガジン登録いただければなと思います。場所を問わない収入さえあれば移住は簡単ですので、本気で移住したいあなたはぜひ、お気軽にご相談いただければなと思います。いつもありがとうございます。